さ、そろそろ電源が入ったかな、ね、はい、それじゃあね、このビフォーさんのドライブカメラ、ね、これを、まあ、つけた状態で、フロントカメラ、リアカメラね、両方接続してあります。で、大きくね、今、持船海岸にいます、静岡市から焼津市に入って、まあ、山道を通って、で、夜を想定した、トンネルね、を経由して静岡にまた戻ってきたいと思います。まあ、元気なおじいのこういうカメラ関係の継承ではね、このルートを使って走っていました。でマイクもね、今さっきオンにしたので設定が変更されてない限り、このマイクもちゃんと入ってると思いますね。今日はね、日差しが強い、とっても強い。で、雲の動きがあってね、今、日光がすごい、もう思いっきり照ってるんだけど、まあ、さっきはね、雲がわーっと落ちちゃって、真っ暗くなったんだよね。明るくなったり暗くなったりをずっと繰り返してる。で、今、雲の状態を見ると、この辺りはね、もう曇らないかな。この右側見るとね、山の方見ると雲があったりなかったり、結構ねモコモコしてるんでね。でもすっかりね、明け方は涼しくなってきたよ。9月14日土曜日、午後です。今ね13時58分、ね、間もなく14時になろうとしております。停止ね、右よし左よしで、ね、よいしょ。まあここがね大崩れ海岸です。でここの海上橋があって、でね富士山を撮影する絶景スポットの中の一つになってます。まあ、いくつか富士山のスポットがあるんだけど、あと釈迦峠かな、ここの、まあ、富士山がきれいに撮れるスポットがあって、でこの次はあれは由比かな、興津かな、ね、釈迦峠ってあるんだけどね、そこのところがあります。よいしょ。まあ、左側に車止めるところがあって、このトンネルのね手前のところから富士山を撮るともう絶景だってことだよね。ここにも今車が止まって、ほらみんな撮影してるでしょ。ここのところでね360度カメラ持ってきて、じっくり撮影したことがあるよ。はい、今トンネルの中です。どんな感じで映ってるでしょうか。ソニーセンサー使ってるから結構ね、録画された動画は綺麗に映ってるんじゃないかなっていうのがおじいの、まあ、想定なんだけどね、想像なんだけど、まあ、ソニーのセンサー使っててもね、指デジのスマホなんかはねアプリ側が悪いと全然綺麗に撮れないんだけど、まあ、難しいよねカメラっていうのはね。でもいいセンサーを積んでいれば、アプリ次第でねびっくりするような綺麗な、ね、映像が撮れる、写真も撮れるってことでね、まあ、可能性は秘めています。であとね、今回採用されてるこのソニーのセンサーなんだけど、昔はね赤外線を使って、まあ、暗視カメラみたいな感じでね、まあ、なんとなく映る、まあ、ナンバーまではしっかり映んないかもしれないけども、IR センサー、ね、使ったりとか、ね、まあ、赤外線使って要は夜間撮影してたのがほとんどだと思います。で今ねこのソニーセンサーも技術が上がってるんでね、もう自動的に暗くなったらモードが切り替わって、もうそのまんま昼間のように綺麗に撮れるっていうね、そういう技術になってると思うので、うん、まあ、トンネルの中も綺麗に映ってるんじゃないかなと思うけどね。で今この山道やっぱね昼間選ぶっていうのは、この日が当たってるところとね、日陰のところと、まあ、極端に両方とも楽しめるんだよね。
映像撮るにはね、やっぱ山道ってもってこいなんだよ。普通の道路だとね、平坦で直線でしょ、天気もずっと変わんないんだけど、こう山道とかね、くね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 しててね、東西南北ぐる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 、ね、くねくね曲がってるんで、まあ、本当向きも変わるし、太陽の向きも変わるし、日陰日向もしっかりあるからね、いろんな条件を見ることができる。まあ、そんなわけでね、ビデオカメラとかね、デジタルカメラとか、こういうドライブカメラとか、アクションカメラとか、ね、まあ、そういう性能を確認するには、こうやって山道撮影するのがもってこいじゃないかなって、おじいは思ってます。まあ、ここは日陰だよ。この道はね、昔のもうメイン、ね、生活道路だったし、静岡市から焼津市に抜けるためのね、まあ、希少な道路だったんだけど、まあ、バイパスもできてね、一直線に、便利だし、ここを使う方はね、もう少ないかな。でもこの道路がないと、本当ちょっと生活が成り立たない人たちもいるので、ここね、大崩れっていう名前の通り、昔大きく崩れてね、で電車もまだね埋まったまんまなんだよ、ね、このトンネルもね、台風で崩れちゃったんで新しく作りました、ね。まあ、2年3年ぐらいはねずっと通行止めだったよ、台風来るたびね。でこの先にもね長いトンネルができたんだけど、そこもね崩れちゃったんだね。いや、よく崩れるよ、本当。この20年30年の間にね、何回崩れて通行止めになったか。旧道は左なんだけど、これが新しいね道ができました。もう左は通行止め、道がないんでね、どん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 崩れちゃって、海からね浮かべながら、浮き輪でね、浮き輪というか、まあ、ボートでプカプカ浮かんでこの大崩れ海岸を見たことがあるんだけど、何度かね。いやー、もうこんないつ崩れてもおかしくないようなところ、ね、いや走るのは怖いなと思ったもん。今ね人が歩いてたね、このトンネルだからね。まあ、昔のトンネルと違ってね、今のトンネルっていうのは明るいからね、で空気もきれいだからね、本当。はい、まあ、バイパスのトンネルだともう全然明るいんだけど、まあ、ここのトンネルはね、どっちかっていうと明るすぎないトンネルなんで、まあ、検証にはちょっともってこいじゃないかなと思いました。はい、それじゃあね、まあ、ここで U ターンして帰るのが一番困らなくていいんだけど、まあ、せっかくなんだよねドライブだから、大きく回って静岡に戻りましょう。いや、後ろから車が来たね。でもこの山道ね、40キロなんでね、おじいが今このペースでね40ちょいぐらいかな、ね。まあ、坂道なんでね、どうしても出ちゃうんだよね、抑えても。だいたい40から43キロぐらいの間でキープしながら、よくいるよね、 YouTube とかさ、ツイキャスライブとかでさね、頑張って暴走する人がいるけど、何もメリットないよね。今ちょうどね逆光の状態です。あ、なんかあれかな、回り道がどうのこうのってあるけど、今日は規制がない、あちこち工事だらけだね、これね。前回はね、今ついてるエクストロン のナビがあったよね、10インチの。で、そのナビにオプションでドラレコついてるので、それの検証でこのルート回ったよね、最近ではね。で、おじいのね、動画ではこのルート結構出てきます。いっぱい出てきます。めちゃめちゃ出てきます、とにかくね。
あっちにソフトクリーム食べたい。左行けばねコンビニあるんだけどね、ちょっと遠いんだよね。もうだんだんとソフトクリームもね、寒くなってくると食べる機会なくなっちゃうよね。でも不思議とね、いろんなほらあの観光地なんか遊びに行くと、寒くてもソフトクリームは食べたくなっちゃう時ってない？もしあるよ。で静岡だとね、あの富士山の方へ行くのに、あの魔界の牧場ってあるんだけど、そこの牧場の牛乳で作ったね濃いソフトクリームもね、いやすごい美味しいんだよ。で富士山見に行く時って冬じゃないとダメなんだね、まあ、夏はあのやっぱね雪がない富士山見てて、裸の富士山見ててもねあんまり綺麗じゃないんだよ。で空気があの澄み切ってないとどうしてもね富士山は綺麗に見えない。暑い時なんかね空気があのなんてメラ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 してシンクロみたいになっちゃってるしね。で空気の中の汚いね塵っていうの汚れっていうの、あそういうのがあるし、あと暑いとねどうしてもなんていうかな、こう水蒸気が上がるからね、なんかこう霧ぼったいような感じね。だからねやっぱ綺麗に見えないんだよ。で冬見る富士山はもう綺麗だよ、本当空気が綺麗だからね。富士山をねあの静岡に遊び来るときにやっぱ富士山が行くの楽しみだと思うんだけど、あの富士山を見たいんだったら寒い時に来ないとねあんま意味がないかなっていう。2019年はあのとってもね雪が少なかったよ。春先まで全然雪なかったからね。さあここからはね一本道です。これはね、155線のバイパスでね、で、まあ、あのみんなのメインの道路かな。これは国道1号線があの東海道53次ですね、昔からある道、それが1号線なんだけどね。静岡のね国道1号線の安倍川橋は変わっててね、3車線なんだよ。上り下り合わせて3車線で、真ん中は午前中はあの上りになるんだよ、東京方面で。12時からね12時5分までにかけてあのどっちも通行止めになって、12時5分からはねあの下り車線になるんだよ。だ午前とこまでねあの真ん中の車線が上り下りが入れ替わるんだよね。全国的にもね珍しい道路があるんだよ。まあ、めったにないよね、そんな道路ね。だ静岡はね、路面電車がないからね。まだ路面電車がね、実際に走ってる地域もあるし、ね、おじいと長くしてくれてる YouTuber さんもね、よくあの電車アップしてる方いるんだけど、いや、路面電車、ね、ああ、まだ現役だなんだってね。たまに動画見かけるよ。いや路面電車に乗ったことがないから、おじい一回乗ってみたいんだよ。なんか楽しい。昔はね静岡もあったんだよ。まだねおじいもちっちゃかった頃にはあった、あったのかな、どうなのかな、まあ、道路に線路みたいなのがあった記憶はないんだけど、でもどっかにあったよとは聞いてはいるんだけど、実際に見たことはない。まあ普通のバスになってちゃうね。あ、左側にあるこれ86じゃないな。86だ。売ってない。値段がついてない。価格横断ってやつかな。この先、一般道トンネル入り口です。ここのね、今トンネルの入り口なんだけどね。ここの焼津側のところはクレマーさんが結構多くてね。で、比較的ここはね、あの安くてね。あの車が、まあ、メイク取ったばっかりでね、潰してもいいやっていう車がここにはいっぱい売ってる。昔はね、スポーツカーみんなここら辺で買ったもんだよ。ね、シェリカとかね、あのセブンとかね、
大体ここら辺来れば走る部とかいろんなものが並んでたけど、あ、時代の流れかね、あんまスポーツ感はなくなっちゃったよね。さあトンネルに入りました。どうでしょう、ソニーセンサーしっかりと綺麗に撮れてるでしょうか。でドライブレコーダーのモニターは相変わらずあの消えたままなんでね、多分おじいがさっきどっか触ってオフにしちゃったのかもしれないんだけど、まあ一応あの赤いランプが3つついてるんでちゃんと録画はできてるんじゃないかなと思います。まあ、これでねもし録画できてなかったら意味のないドライブずっと一人で喋りながらやってるんでねいやもしこれ録画できてなかったらもうこんなに力を落とすことはないよ。がっくしだよね今日はね、昼間の一番いい時間帯にね、何やってんのって感じでまあ美味しいね、あのソフトクリーム食べたいんだよね。途中でちょっとコンビニ行って買おうかなって思うんだけど、ソフトクリームはミニストップに行かないとないよね。セブンイレブンとかローソンだとないよね確か。で今あのファミリーマートとかああいうとこに行ってもなんかカップでさ、なんていうんだかな、あのパフェみたいなああいうやつが流行ってるからさ、本当に純粋のソフトクリームっていうのが買えるお店がミニストップしかないよね。まあ、ミニストップはね今年5、6回ぐらい使ったかな、ソフトクリーム食べたくて。やっぱねアイスクリームじゃなくてねソフトクリーム食べたい時あるんだよどうしてもね。まあいいけどね、わしずっとほら部屋の中でずっと収録ばっかりしてるからね、まあ、たまにはこうやって表出てドライブしないとねカビ生えちゃうからねこれはね日本坂トンネルです。日本坂トンネルで有名なのがね、あの東名高速道路の日本坂トンネル。昔ね、火災が起きてね大変だったんだよ。子供の頃ね自転車で見に行ったもん。ずーっとねトンネルから煙が出てた、もくもくと。トンネルの火災はね怖いよやっぱり。ヘッドライトの消し忘れに注意してください。はい、そんなわけでね、静岡に出てきました。これ左曲がるとね、大阪の山でも結構撮影してるかな。で、この交差点を右に曲がっていくと、先ほどの、用宗海岸の方に行けます。じゃあ、おじいはね、どっかコンビニ寄っていきたいのでね、撮影はこの辺りにしたいと思います。じゃあ、楽しみだね。しっかり撮れてるかな。